はい。というわけでプレイしていきたいと思います。7 Days to Die。今回は、建築現場来ております。前回からね。なんで、建築現場やっていこうかな。コンストラクションサイトだね、確か。で、一回リログしちゃったんで、軽く歩き回って、ゾンビのスポーンがないかをチェックしてから上に上がっていきたいと思います。ないね。大丈夫だね。あら、外にゾンビいる。外のは困るな。これ当たる？当たらないんだろうな。当たった！ラッキー。コンボ来たけどいらないかな。ナイフリペアすれば。リペアする鉄がないけどね。よし、上上がろっか。って言いたいけど、ちょっと待ってね。今、危機感を感じた場所が一箇所ありまして、ここ。ここやばいよね。多分、そんなことしないと思うけど、俺が。は、なにこれ？なにこれ？バグっとるー。治った。ここ落ちてくるでしょ、多分。あ、でも落ちてきたら、鉄骨に引っかかって死ぬか。こっちも、なんだかんだ落ちる場所って知れてるね。もういいよ、俺で。行こう。サクッと登っちゃいましょう。どっから行くんだっけ？こっからだっけ？サクッと夜が来る前に登っちゃいましょう。待て待て。落ち着け。あら、落ち着けなかったね。よし。食べ物がない。大丈夫、これがある。ちょちょちょ、行けば。いっぱいいるね。30。あ、起きちゃった。よし。ちらっと。下へ落ちるかなと思って、今。OK。 ヘルメット出たね。161。うわうわうわ。下へ回収したら壊れちゃった。よいしょっと。ナイスでーす。ナイスでーす。オッケー。あ、これ起きそう。あ、起きなかった。お、バイクのシート。シートも持ってたっけ、そういえば。どうだっけ。何これ、今の。モーションセンサーですね、今のは。多分モーションセンサーですね。ここはゾンビいないね。食べ物来てほしいな、ちょっと。何これ？ライトかな？うわ、ハンテッドなった。すかした。よし、オッケー。あそこにいるゾンビは。オッケー。今のはちょっとドッキドッキでしたね。こいつが起きちゃうかどうか。食べ物来ました。飲み物いっぱい持ってるんで、これ食べちゃおう。
ラップのスクラップのスクラップのドリンク。OK だね。よいしょ。OK。よし。お、いいね。Where？ あら、こっちの方が品質悪いんだって。OK。お、結構上がってきましたね。起きちゃった。危ねえ危ねえ危ねえというか当たった。スクラップウェア一緒だね。スクラップ、あ、だったらタンクトップの方でもよかったかな。さあこっからどうするんだ。うわっ、ここで出ちゃったか。マジか。これはこっちだよね、間違いなく。いるな、ゾンビ。あらららら、らよし、やばい、大丈夫。時間夜になったらアウトだからね。ここで起きちゃった。やばい。おい。あー、危ない。スクラップ。あー、まだ死体のままだ。そろそろ、除去りたいけどね。うん、いける。あ、また？次行こう。スクラップどうする、こんなもんか。スクラップ、トーチ作ろうか。トーチ持てないの、スタックできないの。結局ここ怖い。はい、起きてる誰か。やばい、ちょまい、ちょ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 、すまん、すまん、お願い、蜂蜜ここね。薬使おうかって思ったんだよ。6789、まあ使っといた方がいいわな。喉は 1% 飲んどきましょうか。何これ、 GO とか書いてるんだけど、これルーズボードだったりしねえよな。ちょっと待って、ナイフ壊れちゃう。梱包に切り替えるか、こっから。なんか絶対怪しい。絶対怪しい、ここ。この中が怪しいな、どちらかというと。よしよし。よし。あの建物の中怪しいよね。ゴーって書いてるの。あ、こっちやばくね？なんかおかしくない？これ。ほら！これ！これ落ちるやつですよ。やりたくねえな。骨折する可能性あるからやりたくないよね。これ多分落ちます。俺の予想。これルーズボードです。だから、検証するには下に置くしかねえな、フレームを。検証できるかな。無理だね、ここ検証は。絶対来ると思った、俺。工事現場。ここ行くよ。ほらー、落ちたー。あると思ったよ。
GO とか書いてるんだもん。ちゃんとね、今回の α16 は、説明書いてくれてるからありがたいよね。あ、これからだったんだ。あ、でもこれ200じゃん。あ、やっぱりこっち。よしよしよし、行きましょう。間違って、踏んづけたりする可能性があるからね、残ったら。ちゃんとヒントくれるからありがたいよね、今回。やばい。壁になんか書いてあったらもう怪しむしかないっていう。この部屋、どっち入るん？向こう側から。大丈夫だったよね。入れなくね？これ上からだな、きっと。上からですね。しまった。帰り道確保しとけばよかった、俺。簡単に飛び降りれる場所。やっちゃったな。やってねえわ。準備してないわ。あそこでドロップするのは怖いもんね。そろそろいいアイテムたちが見つかるんじゃないの？あれ、こっち今ゾンビいなかった？気のせい？気のせいだね。なんかあそこの真ん中やばいな。超怪しいよね。何これ？シンプルライトだって。電球だ。あれ、これだけ？こっちがなかったっけ？これ嫌だ。俺こういうのはリスクは嫌でーす。よいしょ。ああ、下見たらダメだよ。下見たらダメだよ、これ。よいしょ。うわー、またなんか書いてある。バカじゃないの、あのゾンビ。倒すに決まってんじゃん。ゲットアウト、出てけって書いてある。あれ、あそこの中入れないな。どうなってるんだろうね。あ、待って、目の前に座ってんだけど。これ夜さ、こんなんさ、走ってこられたらアウトだよね。あ、やっぱここの上通る。うわ！地雷があった、見えた今。カ野郎、今地雷あったの見えた、歩いてて。目の前のゾンビしか見てんかった。踏む直前に気づいた。今俺、爆発する前に叫んだでしょ。つまりそういうことですよ。はあ、気づいたんですよ、俺。踏む直前に。時すでに遅し。最悪。最悪。最悪。マジ、マジ、マジ今の。マジ今の。最悪。あそこにゾンビがいたおかげで地面をチェックしなかったっていう。まさかあんなど真ん中に地雷を置く？はあ、うまいな。はあ、くっそ。悔しい。今の悔しい、もうやだ。マジやだ、今の。マジ悔しいわ。今の悔しいわ。マジかよ。あそこで地雷かよ。ないわ。ないわ。ちょっとこっち登れないの、なんかで。あ、登れね。ここは直でいけるか。あ、いけた、いける。これ無理かな。危険すぎるかな。絶対真ん中でしょ、ここの。
いやー、ハイリスクすぎかな。これ無理だろう。ここには来れないわ、多分。ねえ、とりあえず行こう、上に。建築現場離れたから、ゾンビ湧き直してたりする？もうその時はその時でスルーしてこう。スルーできんのか知らんけど。マジかよ、ゲットアウトってほんと出てけだわ。マジ出てけだわ。もう、マジ今のへこむね。ここじゃねえし。いやー、うまいなー。あれはうまい。あれはうまい。あれはうまい。いやらしい。あれって俺のカバンある？ちゃんとあるよね。なかった俺もマジアウトだよ。ルーズボードないかチェックしとこうか。こっからあそこ怪しいね。なんか抜けそうだね。でここだよ。こっからが問題よ。はあ、あれ俺のカバンある。うわっうわっ、あ、びっくりした今。びっくりしたー。 Where? D。 マジもびっくりしたわ。 Where? D。 はっ、ドロップになったし。待て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 、バカじゃないの。違う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 、違うんだってこれ。 Where なんだってこれ。あ、まあ、2つ持ってたのね。そういうことね。だってどっちでもいいわ。で、インベントリーこれウェアして、2番目ってなんだっけ？アックスとか持ってませんでしたっけ？俺、スプリント持ってねえじゃん。やばいじゃん。骨折したらアウトだよ。まあ、で、地雷ないやだろうな、おい。おい。ハンタチロだぞ。待て待て、夜が近い、夜が近い。は？ここバカでしょ。カバンがある。スクラップ。やれやれ、あれはもう、これはこれはあるよ、普通に。俺は道を作るよ。帰ることを考えると道を作るよ。爆発しそう。やだ。いたゾンビ。弾どんどん撃ってこう。よし。なんか嫌だな、ここ。なんか起きそうだよ。うお！さっきこっちがいましたっけ、あなた。さっきからいましたっけ。こっちも立ってるね。そろそろフェラルとかいてもおかしくないんだけど。でかくね、なんか。やばい、なんかにバレた。よし、大丈夫大丈夫だ。心配するな。やったか。よし、おマジェット来た。どうしよう、どうしよう。スクラップで、このマジェットは18あるんで、このナイフよりもまともだな。ふい、死体が動いてびっくりした。ゾンビリメイン。
うい、これ今倒したやつやで。これチェンジ。じゃあ待て、急げ。クリア。あっちにゾンビいる。起きた。やばい、変な感じで歩いてきた、歩いてきた、歩いてきた、歩いてきた。ナイスキル。よし。ここも行きたいけど、下手に帰ってこれなくなる可能性があるんで、先に上を、あれ、上がないの？もしかして。いや、あるよね。あったあったあった。どっから行くって話よ。ここから。わい、バッキャロ地雷。ゾンビいる、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 ゾンビいる。下がゴロゴロ転がってる。ああ、インベントリが。もうちょっとね、進んでからゾンビ。ゾンビというか、回収したかったね、ここね。これ回収できるの？このゾンビの下。これこれうざい。ああ、この肉はゴミにして。シンクいらない。ナビいらないっす。これ上からやろう。下回収して壊れたら嫌だから。トイレ。チェスト。秘伝サッシとかないの？隠せないか、ここは。あっべ。犬が下で騒いでおる。バカでしょ、バカでしょ。ガスバレる。いや、バカでしょ、犬たち。ここで工事現場壊されたら、うわ、マジか、マジか、欲しいじゃん、それ。よいしょ。工事現場壊されたら、俺帰るとこなくなっちゃうから。地面に叩きつけられるから。すげえ、トイレのせいで、なんかすんげえ浮いてる。よし。よし、行こう。もう終わりだよね。上ないよね、これ以上。なさそうだね。オッケー。じゃあ、さっきの下行こう。これ、リペアできる？石がねえな、俺。地雷ないよね。ゾンビいないよね。地雷ある。うわっ、ワッツ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 。中入れるかなとか心配してたけど、こういう形で入るとは思ってもいなかったよ。エンジン来た、エンジン。お、これリペアできるじゃん、俺ナイフ。ウェア。スクラップ。エンジン。バネはいいや、もうここの。キャリパー。ネイルガンはいいよね。びっくりしたー。ここゾンビいたっけ？いないよね。むしろゾンビいたら床抜けて、今のトラップの意味がなくなるから。このハッチやらしい。このハッチがあるから、こっから降りるんだなぁとか思ってたらさ。まさかまさかのね。これ欲しいじゃん。ちょっと。粉捨てて。オッケー。撤退。撤退します。急げ。撤退急げ。こっから飛び降りる勇気ある、俺。
1回も2回も死ぬのは一緒？あれかな？あれだよね。おっ！神来たー。犬は逃げよう。ちょっと今、犬と戦いたくないでござる。キャリパー2個目か。あの犬倒せるな。やった？やったね。やってなーい。ちょっと俺の気持ちの問題であって別に。こんなに除去れるわ。よし。よし。OK。一旦帰ろう。はあ、まさかあんな形で死ぬとは思ってもいませんでしたね。気づくのが遅かったです。一テンポ。一テンポ遅かった。目の前に地雷があった。時には爆発していた。いやー、ワクワクしてる人いたんだろうな、気づいて。いやー、マジか、あそこ。いや、でも、2回目の上のは回避できたよね。もう、時を遅してだけど。もう、ゾンビさ、あれ逆にさ、俺さ、あれじゃん。夜に来てた方がゾンビ、地雷に引っかかって俺の代わりに、身代わりになって解除されてたじゃん。ね。失敗したな。そっちの方が良かったじゃん。あー、マジですか、マジですか。なんかいろいろ大変なことになってるイベントリーが。とりあえずここで詰めて。石、石。ナイフ。で、前回コメントいただいて、前回捕まえ、コメントいただいて、スチール系のアイテムを手に入れたらもうゲームクリアですよというコメントをいただけました。っていうのもなんかね、収穫量が爆発するらしい。なんで今回それをやって終わりにしましょう、最後。よいしょ。スチールこれ拾ったんですよ、マツコから。ピッケルってどこ行った？スチールピッケル。あ、俺どっかに捨ててきたかな、もしかして。やっちゃったかも。今の2個のうちのどっかに入ってるでしょう。フェラルコードのタイミングでしまったんじゃないかな。ないね。あった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 。あったけどどっか行っちゃった。あった。で、まずは、粘土探したいかな。粘土がね、すごい量手に入るらしいんで、粘土、収穫して終わりにしよっか。よいしょ。どこだい、ね、ここだ。おお。確かに結構出ないっていう気がする。数秒で6000とか言ってたんだけど、数秒で6000ってやばくね。じゃあこれもうちょっと品質上がったらだな。品質上がって攻撃力上がって一発で壊せるようになった。でも300って十分すごいわね。十分すごいですわ。次、石。石多分オーバーキルした時の報酬がすごいのかも。お、46だって石。鉄15。鉄29点入ってますね。よいしょ。お、40。結構手に入るね、やっぱりね。スチールスミスのレベル先に取りましょうか。そしたらこれはスチールはどこにあるかな。これスチールスミス、サイエンス3必要だそうです。
コンストラクションツール20。サイエンスは何を作ればいいんだっけ？あ、もうこれ取るしかないね。10。あれ、3ポイントで取れるんだけど。あれ、おかしくね、これ。まあいいや。とりあえずこれで、スチールスミス、取れたね。20ポイント足ります。よし、取っとこう、これは。お。ゾンビがいる、どっかに。というわけで、じゃあ今回ここで終わりにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。次回は夜だけど、どうしようかな。この町も行きたいとこないよね。前回、もうあっちの建物もあっちの建物も、全シリーズで行ったんで、そろそろ拠点作りに移りたいかな、どちらかというと俺は。まだ拠点作りをしていないんで、作りたいのは無敵拠点と、あと、一つ、なんだっけ。無敵拠点と、これ、スコップで、見てみる？出ないんだよね、スコップですれば。無敵拠点と、あとは、エレクトリック系を使いまくった。どっかに蛇がいる。エレクトリック系を使った拠点を作りたいんで、これもいっぱいもらえるのかな、鉄。22。型これ。10。とりあえず拠点作りしたいんで、ちょっとアイテム整理してから、次回の動画スタートしようかなと思いますんで、今回もご視聴ありがとうございました。セシカでした。チャンネル登録もお願いいたします。